こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。豪州の自国建造計画が未だ進まない状況に、仏の源泉の建造遅延が関係している。では、今回、この日本の潜水艦を選ばなかった。豪州自国建造潜水艦について、詳しく見ていきたい。日本も、今ではホッとしているんですよ。今の豪州なら日本を選んでいたのではと考えます。対中政策に転換するのが遅かったよ。オーストラリアの自国建造潜水艦計画には日本も参加していた。しかし、当時の考えが変わって、一時期は中国寄りのスタンスになっていた。だが、2021年現在、目が覚めたのか、猛烈な西寄り、スタンスを取るようになった。2018年、日本から一つの潜水艦が、南シナ海に突如現れるまでは、南シナ海に登場したのは、海上自衛隊の通常動力型潜水艦、黒潮、SS-596 だ。政府も、異例の発表をした。驚くのが、2004年に就役後、南シナ海で、海自潜水艦として、何らかの任務を行っていたという発表だった。オーストラリア海軍は、この時から方向性が変わってきており、日本製の潜水艦を導入する方が得策だという意見も出てくるようになった。それでは、ここから現在と当時の豪州自国建造潜水艦計画の成り行きを説明する。今から約5年前の2016年4月、オーストラリア海軍の新型アタック級潜水艦計画についてフランスの提案を選択した。実はフランス製を先行する過程において一時的に日本の優位性が伝えられていた。双竜型を基礎にしていた日本は潜水艦の海外輸出は初めてのことであり、オーストラリアへの提案については賛否両論の意見が出ていた。結局は、オーストラリアがフランスを選択したことで、日本の初の潜水艦海外輸出という線はなくなったはずだった。しかし2016年に、決意した以降も、フランス湾のベースとなっているシェフラン級原子力潜水艦の建造計画が予定よりも大幅に遅れてしまったのだ。しかも日本がその間に潜水艦鳳竜を配備したということもあり、フランスの契約を切って日本へ逆転受注という可能性があるのではという意見も浮上した。今さらオーストラリアがフランス湾を防具にして日本へ発注するかと考えた場合、経費やフランスとの関係を考慮すると、オーストラリア政府がその決断を下す可能性は非常に低いだろう。仮にこのタイミングで日本案に戻りたいとなれば、4年前に選考から外した日本案について2016年時以上に日本を選択するべきだという、フランスが納得する
強固な理由が必要となる。当時の日本案では、ディーゼル機関と鉛蓄電池とモーター、スターリング機関を搭載する機関という計画だった。しかし今回は、最新型リチウムイオン蓄電池を設置するという事実が、その可能性を強くしていると考えられる。この現状で日本が最新式リチウムイオン電池搭載型潜水艦をオーストラリアへ輸出するということは考えがたい。そもそも逆転受注というのは日本製潜水艦の優位性を信じたい方々の希望的観測ではないかと思慮する。オーストラリア海軍の兵器は現在使用しているコリンズ級潜水艦の大半をアメリカの兵器システム上で運用している。アメリカの推薦と後押しがあったのにもかかわらず、オーストラリアがフランス案に決定したということは、日本の潜水艦では実現し得ない要素があったと推測される。また、潜水艦の機能がオーストラリアの希望を叶えることができないということだけではなく、政治的判断が影響していると考えるのが妥当である。オーストラリアでアタック級新型潜水艦建造計画が浮上してきたとき、政権の座を握っていたのはアボット首相だった。彼が重要視していたのは、潜水艦の兵器としての性能面だったが、2015年9月には、早々に政権の座を追われてしまったのだ。次に首相となったのが、ターンブル氏である。彼は潜水艦の兵器機能よりも、問題視されているオーストラリア国内の雇用を重視しなければならないと考えた。要するに、新型潜水艦建造に自国民を関わらせなければ改善されないというわけだ。巨額の費用をかける潜水艦を国外建造にするなど論外ということになる。つまり、自国だけで潜水艦建造を完結させる思考のフランスやドイツの提案を受け入れたということになる。自国民雇用の比重が大きかったため、日本案は選択されなかったと考えられている。日本はこれまで武器輸出実績も皆無であるため、 100% 全てを技術移転するということにも日本側が慎重すぎる態度を示していたことは簡単に想像できる。その点、武器輸出国として数多くの経験を積み重ねてきたフランスやドイツは、採用する国が要望する技術移転についても落としどころを知っているので、賢い立ち回りも日本より上だったということになるだろう。3つの国を比較した結果、フランスを選んだのは、仏国潜水艦が複数の用途に運用可能なことが大きな加点ポイントだったのではないかと推測されている。日本やドイツは通常動力型攻撃型潜水艦のセット案だったのに対して、フランス案は多用途潜水艦を持ってきた。この艦なら上陸用の特殊部隊員を容易に輸送することもできるし、対地攻撃用の兵装までも
装備できるという潜水艦なのである。一隻の潜水艦に多用途目的を求める傾向は、いろいろな国に見られる。この傾向がある国は、海軍規模的にも多数の潜水艦を維持することが難しい国、例えばインドなども同様である。多用途目的にしてしまうと、結果的に複数任務は中途半端に終わって、潜水艦本来の運用目的が明確化しないのではないかと思慮する。オーストラリアが望んでいる多用途潜水艦としての規模や兵装は、韓国が建造中の島山安正弘トサンアンチャン補給潜水艦が最も近いような気がする。この艦は自国建造型で攻撃型なのに、重ね武装 VLS を搭載可能ということで有名である。軍事的に島山安正弘級潜水艦が有用であるかどうかについては疑問である。多用途潜水艦が果たして実任務の運用に応えられるかどうかは、今後の稼働状況で様子を見立ていきたい。